美味しい？どれ？ストーリーだ。ストーリーだいたい立って食べ。美味しい。就職はどこに決まったんですか？キャバクラ。言っちゃった。嘘だよ。人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ。あなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの。キスや態度だけで終わらせたりせずにちゃんと好きだという言葉でくれるの。怒鳴り合いは愚か、口喧嘩もなくて、むしろ怒るとこがどこにもないの。だからもう会えないや、ごめんね、ごめんね。だからもう会えないや、ごめんね。もう早くなってね。別の人の彼氏に、別の人の彼女になったよ。あなたの時みたいにすっぴんだって笑っていられる私ではなくて、一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしてるの。別の人の彼女になったよ。あなたの時みたいに大きな声で口を言うような私ではなくて、それをすると少しだけ叱られてしまうから、夢や希望とかを語ることを嫌って、ちゃんと現実をね見つめていて、正しいことだけしか言わないから、ずっとさらけ出せずおとなしくしているの。だからもう会えないや、ごめんね、ごめんね。だからもう会えないや、ごめんね。あなたも早くなってね。だけど私はずるいから、だからもう会いたいや、ごめんね、だからもう会いたいな、ずるいね。あなたも早くなってね。別の人の彼氏私が出る。